非暴力とは体制変革における理念の一つであり、派と派で抑圧を受けている民衆が政治体制の変革を求めるにあたって革命によって暴力的に支配者を倒すことではなく、粘り強く弾圧されても決して屈せずに言論を持って変革の必要を主張し続けることである。仏大エスキリスト非暴力主義思想の根源は仏教やジャイナ教、 新約聖書に書かれたイエスキリストの言葉等に見ることができる。最古のブッテンスタニパータでは生き物を自ら害してはならない。また他人に殺させてはならない。また他の人々が殺害するのを容認してはならないと説かれている。原始仏教の相談規定によると出家修行者は出生群を見てもならず。 特別の理由で軍隊に死縮せざるを得なかった場合、二三夜ほどなら許されるが、そのまも整列、配置、越平式を見ることが禁じられていた。福音書には、悪人に手向かってはならない、剣を鞘に収めよ。剣によるものは、皆剣によって滅びると説かれている。初期のキリスト教指導者には軍隊に入ることを否定した者が多く、特にオリゲネスは、鮮明に非戦を表明した。 また、首都行伝には、1、2世紀に、ローマ軍への勤務を拒否したために迫害を受けた、受難者の例が多数ある。同教にも、ジャイナ教のアヒンサーに似た、非常に厳格な不接触の規定が存在する。トルストイ近代において、非暴力主義を唱えた思想家の一人は、晩年のトルストイで、非暴力主義の代表的な思想家として想起される。 ガンディがトルストイの非暴力主義に大きな影響を受けていたことはトルストイの思想家としての重要性を示している。ガンディー・ガンディーは大英帝国に植民地化されたインドで非暴力による独立運動を続けて、ついには独立を達成した。これが短所となり、米国の黒人差別やミャンマーの軍事独裁政権に対する抵抗の場でも実践された。中村元選手、 決定版、別館に普遍思想春秋ャピアニッシモ784。ありがとうございます。